なく9回1点差、ここで抑えなきゃ優勝は終わりだ。結果ポストシーズン2勝3敗、ここで負けたら終わりの第6戦、1点差の9回を任された。最後は3死無失点、安楽よっしゃ。これで3勝3敗、安楽デビルズは決勝をかけた試合が始まる。誰だこいつ、居場所見つけてるじゃん。なんか日本にいた頃より楽しそう。だだかすぎ。もともと標高高い上にメジャーよりも飛ぶボール使うメキシコ、日本では二度とプレーできないから、そっちで永遠に頑張ってね。やってしまったことはもう戻られへんけど、この活躍のまま MLB に行ったらお前は大エースになるやろ。この人すごい。日本に来ないの、いじめられなければいいけど。パリーグより面白そう。和与楽天帰ってこいよ、もう見過ぎは終わったやろ。今のメキシカンリーグってこんな雰囲気なのか。楽天にいた時より輝いてるやん。メキシコに帰化して WBC メキシコ代表として侍ジャパンの前に立ちふさがる神展開やなこれ。知りません、こんな人誰ですか。